どうも、えー、どうもジェリーンです。どうぞよろしくお願いします。ということでね、いやー、とりあえずね、えー、まあ、菊水賞が終わったんですけれども、いやもうちょっとね、思い出せば、もうあっという間ってことで、もうちょっと、いや、なかなかね、本当にまずは、まあ、ちょっとムービーが、あのー、期待に応えられず、まあ、すみませんでしたと、はい、まあ、いう感じなんですけれども、いやー、もうちょっとね、まあ力がね、出しきれ。 ななかかったかなと、うんこれね、きなりゲハゲハとかね、これね、あ入れ言い方をこれ逆にしたらいいっていうの問題じゃないからねっていうね、そうそうこの曲はね、フリーバードってことです。ねそうそうど,うあどうもお父さんってことでね、はい、え、昨日は姉がたらいならご迷惑をおかけ、いとんでもないです、本当ね、あの写真をいっぱい撮ってくれたんでねあの、よかったらね、その写真を皆さんにね、あのー、 公開していただければね、あの、現地、もしくは、あの、リアルタイムで見れなかった方もね、いいかなと思うんですけどね、そうそと。うん。まあ、ムービー、よく頑張ったと、ね、言っていただければありがたいんですけど、まあ、ちょっとね、まあ、V を見ていただくと、よくわかると思うんだけど、まあ、その後ね、調教師の先生とも話したんだけど、かかりっぱなしだったな、うん。かかりっぱなしだったわ。まあ、だからね、ちょっと悔いは残る。やっぱり、うん、こんな、まあ、スすンになっちゃったからね。 本当に、そうなったなと思う、3敗続きの、あ、田原さん、まあ、でもね、3敗続きでもう、なかなかね、いいレースに出てるんじゃないかしらっていうね、感じなんですけど、そうそうう、まあ、正直、昨日の気象は納得、まあね、でもあれは結果論なんだよな、もうちょっと流れると思ったんだよねって、その流れた中を後ろから差し込むっていう、まあ、 線だったんですけどまあ、無理だったっていうね、まあ、そんな感じで、はい、ムービーね、よく頑張ってありがとうございますってことでね、うん、そうそうあお写真送るので Skype の ID を押してくださいってことでね、あの僕の Skype、ね、の ID はジェヌインアンダーバー j p ということでね、まあ、今、これ立ち上げるとね、ちょっとどうなるかわからないんで、今ちょっと立ち上がってないんですけど、そうそうそうあのもし可能であれば、あの <laughs> プラスってね、今やってるんですよ。誰も使い方がわからないっていう状態なんですけど、あのぜひその Google プラスにね、やっていただくと、そこにね、アップロードしていただくと、僕だけじゃなくてみんな見れるんですよ。なそれがいいかなとあの思ってるんですけどね、どうでしょうかってね、そうそう。うん、えー、えー、ムービーね、頑張ったと。うん、そうそう。えっ、ー、と、何これ何これハゲハゲわしお祭りですかっていうね、そうそう。まあね、ただね、ちょっとね、実は、まあ、ちょっとこれ、まあみん,なみんなにもね、ちょっと正直に言うと、まあ昨日ね、 ああのー、まあ、や終わった後にやろうかなと、まあ、帰った後とにね、そのままやろうかなとは思ったんだけどえ、あの発刊はお前の一瞬で、<laughs> ムービー退職した、バカ野郎、あのね、基本的にあの発刊はあのいいのか悪いのかあったらいいらしいお、一応ね、調教師の先生にも聞いたんだけど、うん、橋本九者の人にね、そうそう。あのー あの発汗っていうのは逆にこの寒い、まあ寒いというかまあ肌寒い時期にちゃんとこう代謝が上がってるっていうのはむしろ体調いいんだよっていう感じで教えてもらいました。なので、あそこは心配するようないらしい。うん、そうそう、うん。じゃあちょっと頑張ってみます。あ、頑張ってねってことでね。そうそう。あのサークルはあのスマイレル軍団っていうサークルです。はい、そうそう。お父さん用意してね、そうそう、ありがとうございますってことでね。うん、で、昨日のねまね、あ、ちょっと軽くちょっと話をしていくと、き、まあ、昨日 一応、競馬場から帰りの、途中で応援した皆さんね、ありがとうございますとね、お礼を言いつつ、帰るわけで、家路を急ぐと。で、梅田まで行って、梅田からバスで乗った方が早いから、バスに乗って、で、これ、まあ家に帰ると。で、まあ、ちょっと残念だったなまあ、一応ね、もう俺、一人ぼっちになって、ちょっと若干この一日振り返るみたいな。で、家に入るわけだよね。で、家に入って、ちょっと身の回りを片付けてと。 うん、で、まあ、ちょっと、その、まあ、うちね、あの机もいつもないものですから、地、ま、べ、あ、たにね、ぺちゃんとこう座り込んだわけなんだけど、そこで、こうな,んなんて言うんだろう、一日の、なんて言うんだろう、まあ、しばらくたったら、もうちょっと一日の疲れがどっと出る感じで、なんかこう、あれみたいな、あちょっとなんか、こうクラクラするみたいな、うん。で、ちょっとじゃあ横になろうっていう感じ、横になったら、 これねちょっとみんな、ちょっとな、え、ジェミンターン大丈夫みたいな感じになると思うんだけど、こうなんかね、自然と、なんか、目から、まあ、汗というか、こう涙が、ちょっと溢れてきて、ちょっと熱っぽいっていうか、もうなんか、あれもなんか、ちょっとまだ感情が追いつ,か追い,ついてないんだけど、やっぱり、もうちょっとムービー、あの頑張ってくれたんじゃないかみたいな。 おうそういうなんかこうね、あのー、ちょっとほっとしたというか、もう家に帰って、なんかいつもの部屋みたいな、それでここなんかね、ぐっときたのかなっていう感じで、まあ、それで、あのー、昨日ね、まあ、全然、そのままね、あのー、何もやらずに、まあ、寝込んでしまったんですけど、そうそう、おうあれこれ、あっそうだいや、ちょっとね、いい話っていうことでね、そうそう、おうでおう、また寝始め、何これ、もう年だなみたいなね、年、まあ、なんですけどね、ちょっとすぐ出る人がいるって。で ちょっとまあ、放送、ちょっとできる状態じゃないなっていうので、まあ寝るわけだよね。うん、そうそう。で、まあ一応、あの、働かないとね、お金がないんで、じゃあもう工場行くかっていうことで、朝起きてね、まあいつも通り、こう、働きにまあ行くと。うん、で、まあ別に普通にね、あの、職場ではこう、ガンガンと、まあ働いていくわけなんだけど、で、今日帰ってきて、も帰ったと。で、まあきょは、じゃあもうみんな配信やなきゃなっていうので、こう、スイッチオンみたいな感じで。 うん、で、配信を、まあ、しようかなと思って、いろいろね、まあ、準備をするわけなんだけど、そしたらまた、ちょっとなんか、あれみたいな、なんかやっぱ、なかなかこう、体がなんかやっぱ、なんかこっちほてっちゃうみたいな、これ、なんか、やっぱりなんかこう、涙が、はっって思って、よくよく考えてみると、あの、これ、 菊水社のゼッケン持って帰ってきたんだけど、まあそっから、こうなんか、これ、家畜の匂いというか、これ、ムービーの匂いがね、まああの僕、馬アレルギーなんで、あれ、これ来てるのかなみたいなお、それでちょっとね、今日は本当に、まあ、目薬とかこうちょと、こっちとあの完全にこうアレルギー体質が出ちゃったっていう。 まあね、そういうお話なんですけど、途中であの花粉症ですねって書かれたんですごくちょっと、まあ、つまずいたなっていう、えっと、だ、ダニとかこれどういうことだこれ、ダニとか、え家畜,家畜まあ、家畜というか分かる、これね、もう家の中が完全な家畜臭がするんだけど、うん。 そそうそう,そうえ山田花子の汗ばんも、なんで汗ばん汗ばんあは、ムービーのほうなんでね、そうそう、うん、まアレルギーなんですよ、僕、ムアレルギーというか、この、あのなんていうの、このバフンとか、競馬場行くとね、必ずくしゃみが止まらなくなるんですよ、分かりますこのマスクも伊達に、あのまあ、あの汚い顔をど、誰が汚い顔ですかっていうね、そうそううまあこのフェイスをね、守ってるわけじゃなくて、うん、そうそう、あのちょっとアレルギーっていうことでね、そうそう、まあそういうちょっと面白い話をしようと思ったのに、途中で花粉症、つらいよねってか,か 書かれたのは、むしろあっ、こういうなんかこう高度な潰し方ってあるよね、DJ をねっていうね、そうそう、うん、まあいう感じなんですけども、うん、まあ一応ね、参加賞として、うん、頂い,いてきた菊水賞のね、ゼッケンは今、ちょっと目の前に、うん、あるということで、ちょっとね、なんかい、いらん、このなんか、なんかこれ、立ち上がってきた、これ、もっと、なんぼ、え うん、今来たけども、ジェヌインです。どうぞよろしくお願いしますって言ってるでしょ、これ。何回言わすんですかってね、名前だけ覚えて帰ってください、そうそう。うん、じゃ何、ジェヌインアレルギーってこれ。体調悪いのっていうね、ちょっと鼻かもうかっていうね、そうそう。まあ、いう感じでね、あのー、まあ、普通に体調は万全ってことで、はい。まあ、こんなところでね、そもそも悲しい、悲しんぼの状態じゃいられないんだよね、そもそも。お先があるからお。ということで、まあ、あの菊水賞はまあ終わってしまったんだけども、おまあ、非常に、うん。 まあ、残念だね、まあ。ちょっと残念な結果であったと。ただ、まあ、やっぱこれ、次の目標に向けて、もうね、馬も、俺も走り出さなきゃいけないと。んそういうこと、そういうこと。ん画面見てると、涙,と涙は、たらみそこれ完全にアレルギー体質ですねっていうね、そうそう、ゼッケンの匂い、いや、ゼッケンはもうね、だからゼッケンをこう今ね、これ飾ってるわけよ。うん。置いてるわけなんだけど、これ完全に、だあの、 その初日は気づかなかったんだけど、今日工場から帰ってきて、入った瞬間に家の中が家畜のにおいがする。え、どこに、え、こんはどこみたいなおうそう、そういう感じよ、本当に。ムービーはスロー競馬じゃ絶対に勝てないよ。そうそう、まあ、まあ、前に出ないとねっていうか、まあ、でもあそこで前に出て、ペースがぐっと上がったら、またね、それ巻き込まれちゃうっていうのもあるから。 どうだったのかな本当はねあの、もうちょっとスタートが逆に悪ければ、後ろで控えてって、いうすぐバグに入れてっていう感じだったんだけど、まあその馬群に入れないは入った途端にうちにね、まあ、閉じ込められるわって、さすがにたけしさんといえども、やっぱああいうでかいレースだとね、やっぱ周りも手を抜かないっていうね、そうそう。うん ムービーの汗だからムービービだからってこ、ね、完全にムービーの匂いでね充満してるんだけど、この部屋。ちょっと鼻水が止まらないよ、本当に。うん、そうそう。え、ゼッケンの洗濯いや、洗濯しちゃうとなんかね、ちょっとまた、これ価値が下がるんじゃないかみたいなね。ちょっとまあ泥がついた状態のままでね、ちょっと飾ってるということで、そうそう。うん、洗濯ダメだよ。まあね、そうなんですよ。記念ということでね。うん、そうそう。見るこれ、ゼッケン。今ね、もうちょうどあのー、壁にこう飾ってある。そう。しかもこれね、ちょっと、え、ぽ どうしようとか、思い出っぽいってどういうことですかっていうね、そうそう昔のなんか失恋の淡い思い出とはちょっと違うんですよっていうね、そうそううあのこれ、絶景をね、まあ、普通だったら、ちょっと額に飾ってっていう話をね、ちょっとまあしてたんだけど、その、まあ、大きいね、大きめの額、でかいんだぞ、これ結構お。で、大きめの額に飾って、なんか置いとけみたいな感じで考えたんだけど、どうやらその額が4、5万するらしいと、おうそう優勝ねみたいな <laughs> 勝ってないから。 ごめん勝ってないからっていうね、そうそううまあちょっと7着なんですけどね、うんんえー、少しだけお日様に干せば、ああのね今日はちょっとねだから日の当たるところには1日置いておいたんですけど、まあ、むしろそのなんて言ううだろう部屋全体にあのーまあ、家畜の匂いが充満して,るっているう,、ね、そう,そういう感じなんですよ。はいうんえー、優勝すれば飾れる、まあ、優勝すればねまあ、なおねお、飾るもんっていうのはいっぱいあるんだけど、でもね、まあ3箇所だよ、3箇所。おー スマイネル軍団な、みんなと一緒にこう、はまあ、重傷出たという証しが、まあ、あるという感じ、そうそう、うん、ゼッケン、ジップロいや、ジップロだせっかくならね、なんかこうね、いつでもこうバーンと、うん、全体が見れるような感じで、やりときたかったから、これ、今、ちょっと見る、これ、うん、ちょっと見ましょうかってことで、じゃあ、えっ、ー、と、コントロール、シフト、C ってことでね、うん。どうも、ジェヌインです。 どうぞよろしくお願いしますってことでね、あの重症、ー出走馬主になりました。今度頑張って勝ちますってことで、えっ、ー、とね、ゼッケンはね、こちらってことで、はい。と、と、ギャーってどういうことこれちょっと、今見せようと思ったけど、ちょっとね、君たちのコメントがちょっと聞き捨てなあぬんってことでね、そそううん、よくヤフオクでちょ、ちょっと待ってよ、そんなね、ヤフオクに簡単に出品しようかな、それはね、それはちょっと値段したいってことでねと、ギャーじゃないよ、これね、なん、じゃ50円安、安っ これ馬券も買えませんねっていうね。そうそう。うーん、ちょっと、見るこれ、ちょっと、じゃあ、えおい、おい、と、ズルパケってね、ちょっとね、も名前で呼んでねっていうね。そうそう、ちょっと、見ちゃうこれ、え、下がっとるわ、これ、10円ってこれ、60円、10円、下がっとるわ、これ、ちょっと、そうそうそう、ということでね、まあ、えっ、ー、と、ムービーのね、ちょっと、ゼッケンってことで、こちら、どうこれ。 まあ今ね、ちょっと、すいません。僕、お金がないんで、ちょっと、百均のハンガーにかけるのが精一杯なんですけど、もう、ちょっと、額が4、5万とかするっていうのでね、そうそう。うん、ちょっと、まあ、苦しいということで、うん。すいません。まあ、これが、まあ、ちょっと一番リーズナブルってことで、まあ、ハンガーしかないんだよ、だから。金がないんだよ、金が。うん、もう、しょうがないだろ、それは。だから、すまん、ちょっと、ムービー、しばらくはちょっと、 うん、ハンガーでってことでね、そうそう、に、う、い、ん、がきついでした、ファブリーズが。まあ、そうなんだけどね、まあ、これね、招集してしまうかどうかというのもね、ちょっと、まあ、あるんですよ、そうそう、だから、ちょっと待ってよ。よいしょ、ちょっと待ってよ。うん、よってよえー、っと、ちょっと今、近くに、まあ、持ってきたんだけど、ね、あっ、ちょっとでかいな、これ、菊水晶ということで、うん、ゼッケンね、これちょっと、 こたけしさんがね、これ、ちょっとしごいてくれた、ちょっと跡がね、ここ残ってるんだけど、これ。そうそうそう。うん、この版が地味に便、いや、ほんとほんと、ね、あのー、これ、百均なんだけど、めっちゃ、まあ、便利ですよってね。まあ、こんな感じで、うん。スマイルムービーと、まあ、まだ砂がついたものなんだけど、そうそう。まあ、軽く払ってはあるけどね。うん。軽く払った感じはあるんだけど、そうそう,そう。まあ、4番ってことでね。うん。まあ、これ、ね、まあ、一応、3箇所1本目ということでね。 まあ飾っときますよ本当に、はい。まあ本当はね、うん、本当はまあもうちょっといいもん持って帰りたかったんだけど今日はまあちょっとね3箇所ということではいこんな感じで今ね、うんまあ、部屋の隅っこに飾ってますと、うんそうそう。え大事な記念品には間違いないから正しくそう。これ正しいこれダメこれ。 ちょっとこれがね、ちょっとね、まあ、額とか、ちょっと45万、45万とか、ちょっと、もうそもそもね、賞金で45万もなかなか稼いでこないよねっていうね、そうそう、そんな感じなんですよ。うん、選択。まあ、選択はね、あえてしません。ちょっとね、下がね、もう砂だらけなんですけど、まあ、どうせ別にね、大した部屋じゃないんでいいかなっていうので、はい。まあ、これです。はい。うん。んちゃんと、あ、サインとかは全然ないですよ。ただ普通に。 あのゼッケンっていうことでね。そうそう。桜、う、花、ん、賞馬券講座に。ああのね、とりあえずそれはもう当日やっちゃおうかなということで、はい、あの、普通に日曜日の3時からやりますよってことでね。そうそう、うん。安い。安いがこれね、入らないんだよね、これね。このでかい、でっこうでかいんだよ、これ。ちょっと、あの、ちょっと、ね、じゃあ、等身大ってことで、ちょっと見せようか、ちょっと。うん、等身大ってことで、じゃあ、ジェヌインとあのツーショットってことで、こう、ちょっと、こっちでちょっと見せるわ。 うんこんな感じ、うん。こんな感じってことで、なんかすごい修理でしたね。はい、そうそう。うん、え橋本先生に聞いな何,何を橋本先生に。うん、そうそう。えハゲちゃん、この前、ニコナまジャック放送して。いや、どうぞどうぞ。全然ね、いいですよ。僕、というか、僕はそもそもコミュニティじゃないですからね。そうそう。うん、スカイプは、あ、旭区大阪のジェヌインと、でちょっとね、旭区大阪って、それ、僕の住所じゃないですかってね。そうそう。うん、あのジェヌインアンダーバー JP です。はい。えー 無知で機械音痴なお父さんには使いこなせそうになかった。あのね、旭区大阪は僕の住所ですからね、ちょっとお父さん、どんまいってことで、あの、えー、あの、Google プラスはね、難しいかな、うん、ちょっと、あの、僕もね、僕もまあ、受け取ったらね、 ででででききるかといいいうとできないんすすよ、はい、難しいですねどうしようかなっていうね、まあ、とりあえずしばらく保管しておいてください、あの僕ができるようになったらね、そのうそう、うん。えそのンを鹸ボールにかけて、もうだこれね、そのちょっとあ,あまりにもやっぱりね、さすがにネタに使うんにはちょっともったいないねっていうのも、ね、あるんでね、とまあ大事にしようかとは思ってますよ、はい皆さんもね、ちょっと、もしよかったら、ね、見に来てください。はいうんえー 無能な、無能な、能なダバの人んどこがダバですかっていうね、ちょっと、これ見てよ、ちょっとこれ、一応、中掃してきたんですけど、うちの馬が、ね、ダバが出れますかっていうね、そうそう、うん、久しぶりに十貫方を、オナシャスって、どこってオナシャスって、お願いしますの略ですかっていうね、そうそう、ダンボールとサランラップ、ダンボだ、だから、これちょっと待ってよこれ、これはちょっとね、使えない、これは、大事にしたいっていうね、そうそう、うん、ごめんなさい、ピュッってことでね、ね可いいねっていうね、そうそう、桜花賞のいや、桜花賞はもう、実は、 まあ実はね、ほぼほぼもう決まってて、さすが江村だねってあるけど、ちょっとね、精度を上げるわ。もうちょっとえ、もう決まってるんだっけ、出走は。あ、そうか、金曜日だからもう決まってるのかな。おで、まあ、あの辺はまあちょっとね、桜、ま、花、あ、賞はマジガチで取るわ。てかもう あのー、本当にちょっとね、馬,どう馬が欲しいんだけどな、もう金がないんだよ、金が。ご覧の通りでご覧の通り、うん、臭い、まあ、それは僕の大衆ですね、はい。阪神・牝馬、あれそうですが、予想は変わりますか、阪神・牝馬、阪神・牝馬って、別にあるんだっけ、あのー、一応、えー、やるのは桜花賞、まあ、っていうか、あの元もともと、かける金がね、まあ限られてるんで、桜花賞,賞、一点称、桜花賞はちょっとね、自信あるよ、これ、結構、うん、あ72%。 これ、ちょっとね、かなり自信あります。はい。そうそう。リスナープレな、これいきなりこれプレゼントいや、ちょっとね、ちょっとさすがにもうちょっとね、見させてくれよと。うん、まあ、将来ね、いろいろこうね、出てきた。あ、ちなみに単勝馬券をね、3枚あの買いまして、それは画像にしてね、その辺にまた上げとこうかなとは思うんですけどね。そうそう。うん。えー いや、菊水晶です。はい,い。菊花賞って言った。菊水晶。うん。あの、園田競馬のね、あのー、皐月賞みたいなもんですね。はい。あの、三加の第一関門ってことでね。そうそう。うん。え、馬買わない。いや、馬買わないってか、金がないんだよ。だから、金が、うん、お金がないねってことでね。だから、誰かで、だから、その、まあ。 100万でいいんでね、うん、ちょっとカンパってことで貸してくれませんかっていうね、うちょっと返すあてはまないんですけどそうそう、うん、スカイプにコンタクト送りました、認証してもらえば、あそうですかってことでね、じゃあちょっと認証をね、しときますってことで、ちょっと立ち上げましょうか、はい。スカイポンってことでね、うん、そうそう、なえ、いらんわとかね、ちょっと勘弁してくださいといや、小人気というかね、これもはや、小人気だったそのね、5万、10万の話だったら全然いいんだけど、 ちょっと、こじきじゃないよねってね、もはやね、そうそう。もう、もはや、あの、やはり投資ですよ、投資。皆さん、僕に投資しませんかっていうね、そうそう、うん。うーん、どうしたらいいのかなっていうね、なかなかね、あのー、いや、言われたんで、やっぱ、旧社の方にも、どうしますかと。うん。どうしますかと。うん。ね、聞くもんしようかな。なんであなるだよね、もう。ちょっと、あなるおかしいだろっていうね。うん。だあのー、今年はどうしますかと。うん。 いやちょっと今,日今年はギブですかねみたいな、まあ、感じになるよね。だから、どうしようかな。まあ、でもね、やっぱね、欲しいよね。だちなみにた今、今年買えないってなると、来年の菊水賞はないわけですよ。まあ、当たり前だけどね。そうそうだからでもまあ そんなもんかなっていうね。うん。あ、まあ、今年、ん違うな。今年。あ、そうだよね。そうそう。うん。だから、ちょっとね、残念だねっていうね。そうそう。私も見たい。あ、俺も欲しいよ。だから、1年に1頭欲しいななんて思うけど、金がないんだ,だって、まあ、そもそもね。だって、何これ。新しいファイル。ああ、これね、ちょっとね、ありがとうってことでね。新しいファイル受信中ってことで。うん。これでいいのかなうん。あ、これでいいのかなうん。オッケーオッケーオッケー。うん。 欲しいけどさ、金がないから買えないっていうね。いや、めっちゃ欲しい、俺は。どんどん欲しいっていう。うん。引っ越しのバイトして。だ,だからね、バイトというかね、めっちゃ働いてる。だから、働き口がないんで、今。うん。結構ね、職がやっぱり、あぶれてしまう。33になってね、働けるところも少ないわけですよ。はい。できるだけお金をね、集めようとは思ってますけど、まあ、そのもやっぱ限界があるわけですよね。不景気ですから。そうそう。ブレス、いや、ブレスは売らない。だ、買ったまは絶対売らないから、本当に。 おうもう絶対売らないってことだね、そうそう。うん、ジッポリ送りました。あ、どうもありがとうってことで、ね、えー、ちなみに昨日から待ち受けムービー、あどうもありがとうございましたってことで、ね、ムービーね、みんな待ち受けにね、してくださいってことで、そうそう。う,ん、うわ、いきなり、スカーオンに、あ何、スカーオンにするんだって、なんか、ちょっとなんか、間違いありましたっていうね、そうそう。うん。いや、でもこれ映ってないでしょ、カメラがね、ずっと今映ってるんでね、そうそう。うん、え雑器売ったら、俺が死ぬでしょ、俺死んだら馬どうなのっていうね。うん。 えおあ,ありがとうってことで、ね、ちょっと、はい、流れた。えっと、ジェニーさん、え、明日のそ阪神、貧乏予想した。じゃあやろうか。いいよ、いいよ。うん。まあね、今日は、あの、ちょっとね、僕、まあ、聞かし菊水賞菊水賞の、まあ、あのちょっとまあ、残念会ということでね、ちょっとまあ、悲しい感じでも、そんな感じは終わらないよ、という感じなんで、一応ね、はい。まあ、あくまでもここは通過点だ、という話をしてね、あの次に頑張ろうという感じです。はい。そうそう。うんえー 中継にしたら携帯、ちょ、割れるってどういうことですかっていうね、そうそう、俺じゃないよ、俺じゃないよ、うん、ムービーだからね、そう、俺にしたらちょっと多分、うん、割れるかもねっていうね、そうそうお、失礼な、失礼な話ばっかり、ほんとね、一生懸命ね、菊水奨までね、ちょっと持ってた、まあ、確かに、なんていうの、うん、あの、ちょっとは、ムービーにもね、まあ、無理させたし、うん、ちょっとは、 夢追いすぎたかなと、ね、強い相手とばっかりやらせて、ムービーもね、ちょっとまあしんどかっただろうというので、一回ちょっとね、クラスはだ自分のクラス、だから B クラスからやり直そうとは思ってる。うん、だから一回ね、まあ、ムービー結構一0 0 0球とずっとやってきたから、そこは戻そうと思うよ、そうそう。うん。 えー、金もない、お金もない、髪もない、女もない、ちょっとね、大正解ってことでね、ちょっと1個ぐらいくださいって言うね、はい、松野さん、スカで会議、何の会議よ、うん、何の会議ってね、そうそう、松野さん、スカトロしましょう、スカトロはしません、はい、あのただ、広末涼子のうんこだったら、もう余裕で食いましてね、しかも金払う、うん、そうそうえ、菊水7着って結構立派だあすいません、1頭落馬で発 で、残ったハットの中の、まあ、ちょっと7着ってことで、しかももう一頭はちょっと歩いてたっていうね、そうそう。うん。えー、ニコ生に帰り、あっ、またニコ生、すぐニコ生に帰っちゃうよねっていうのニコ中ですかっていうね、そうそう。66、うん、56、5五8着、7着、1着と1.5秒。まあ、でもねー、いや、じゃあ、ちょっとね、V 見ようか、先に。ちょっとね、今ね、あの、これ用意したの、V 見ようか、V。うん、そうそうそう。いや、あのー、今ね、ちょっとこれ、あの、阪神牝馬だっけうん。 あの軽くやろうと思ったときちょっと先に V 見ようかちょっとせめてね菊水晶をちょっと振り返るってことであのー、V をねみんなと見ていきたいんだけどどうこれ菊…ちょっと待ってよ菊水晶…あ…しょう…うんあのー1回ねそのみんなで菊水晶をこう振り返りつつあのー、うんまぁ、あ、ブービーのそのまあ、走り人まあそれ見た末に阪神ヒンをこうざっと見てやっぱ当たるときはあのー、もう ね、5秒ぐらいで予想できるから、えあ、ちょっと、もうす、君たちは細かい上にね、なんでこのへ変化、マイクロソフト、IME、ちょっとしっかりしろっていうね、かーいこ、こえー、これか、よし。うーん、そうそう、え何がいや、じゃあ、最初に出てきたから、そのままほったらかしとったんだよ、その、もう、はいわざととか、もうそんなわざ、え過去は、いや、過去は、いや、いいんだよ、違う。でも、ちょっとね、その、やっぱ、 ムービーの実際どうだったんだっていうのやっぱ振り返らないといけないかなと思うんだけど、それ、いらないこれ、うん、首を、なんでやねん、うん、お前、解雇、いや、ドキーみたいなね、ちょっとやめてよ、本当にね、ね解雇あるよねっていうね、そうそう、しんちゃん、私の画面の左上の不審者が写って、不審者映ってる、ほんまや、これ、ちょっと、これ、どうやったこれね。 ななんかちょう動かせないんですけどね、すいません、エクス,スピリットですねっていうねそうそう、うん、やっぱり解雇なって、いや、解雇にな,なってないから、まだ、まだね、うんそうそうまた、だから、だから、これ、細かい君たちはこれ、ね、流しといても意味伝わるよねってそう、思いは伝わるよね、君たちにってね、そうそう、うん、じだ自演ってど、自縁って何の対する自演よねっていうね、うん。 これね、ちょっと、阪神ヒーマやる前に、どうこれ、ちょっと、あの、え、お前に、ネタってさ、ほ、だからね、ささっとね、トントントンってね、カイコね、K-A-I-K-O ね、スペースドーンみたいな感じやって、じゃあちょっと話しようかって、なって見ないでしょっていうね、そもそもそんなのね、そうそう、ちょっと、だちょっとこれね、画面がね、そもそも見づらいんだよね、これね。うん、だから、あの、あんまね、こう見えてないですよ、僕、画面が。うん、そうそう、うん、ジェヌインの、あっ、ばこれ、ジェヌインのバカみたいな、ちょっと、なんか、あの、 結構、なんか、あの一夜限りのまあワンナイトカーニバルの後に <laughs>、ジェヌインのバカみたいな女の子が恥ずかしくて、このなんか布団をあの半分かぶって、ジェヌインのバカみたいな、それは可愛い本当に。おっさんだったら勘弁してるよねっていうね、そうそう。うん、早く、いや、早く、ちょっとやろうか、それ。うん。やっぱ一回、その、ね、レースを見といてっていうね、そう,うんジェヌイタンたん大好き、なんて言うともうほったらクソげってこれ、その後半戦いらないよねっていうね、そうそう。うん、いうことちょっと、一回ちょっとね、どう あの点、うん、どうした点ってね、そうそう。一回ちょっと振り返ってみようか、それね。ちょっとオッツパーク的な感じで。うん、そう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 。うん、え、ちょっと重かったかな、ジップ。あ全然大丈夫だと思います。ちょっとまだ見えてないですけどね。うん、そうそう。うん、オッツパークってことね。あどうしよう、じゃあ、ちょっと待って、あ半身印判もでもね、ちょっと半身印ちょっと刺さってやるかじゃあ、ちょっと一回ね、ちょっと一瞬でできるかどうかだと思うから、うん。ちょっと順番にしよう、うん、順番。 半身イン半身インそう。いや、ちょっと待って、半身インを先にやる。うん、ちょっとね、あのー、配分、配分がね、ちょっとわからなくなるから、そうそう。うん、半身インちょっと待ってよ。うん。ちなみに、1004の、難しいな、これ、1004って。 ちょっとエムラ的にはね、これちょっとむずいねっていうね、そうそう。うん。えー、超速中、あ、超速中国語ってね、あのー、4万2000したんですけど、結局ね、あのー、試験受からずみたいな。多分ねうんね、まだ結果出てないけど、うん、そうそう。えー、ニコ生に上がってるってあ、マジでちょっとニコ生のやつも、じゃあちょっと、あの、順番に見ていくから、そう、じゃあ順番に、ニコ生のやつをね、もし貼っていただければと思います。はい。そうそうそうう。ん。えー、お父さんのお姉さんにから、ほんとね、お父さんのお姉さん。 だからねお父さんのお姉さんなんだけど、そのお姉さんと俺がちょっとなんかね、あのワンセクあったら、お父さんは弟になるみたいな、なんかちょっと難しいよね、これね、そうそう、うん、って思いました。それでちょっとね、現場で思い悩んでました。うん、そうそうそうああ、ちょっとありがとうございましたってことで、これちょっとあのこれはね、ちょっと後々見るってことでね、うん、あのこれちょっとあのコピーときます。はいえー、とこんああ、ちょっと待って。 えっと、コピーってことで、えー、コピー。はい、コピー。ああ、ちょっと何コピーしました。はい。うん、結果をと結果は不合格だなのって、これどういうことだよ、これ。な何が不合格ですかってね。そうそう。うん。これ、ちょっと待ってよ。まず、はい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 。なるほどね。うん。休み明けばっかりだこれね。うん。これ休み明けばっかりだねってね。そうそう。うん。あ、はい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 。なるほど。うん。はいはい。はい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 。はいはいはい。はあ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 。はいはいはいははははははい。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  はい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 。うんほんほんほん。はいはいはい。あ、マルセも出てんだ。はい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 。ちょっと待ってよ、マルセうん。はい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 。はい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 。はい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 。あー、なるほどね。これむずいな、これ。これちょっとすぐは無理だわ、これ。これむずくね、これ。確かに荒れるな、これ。うん。 これむずくないなんか。ちょっと待って、ね、ペースはペースはそんなに上がらんかそう、いや、でもわからんな、これ。上がるかも。いや、これむずいね、これ。これちょっとむずくね、これ。ちょっとすぐ無理だ、これ。えお父さんに、いや、お父さん、まあ結構ね、そういうことなんかなと。うん、そうそう。えはい、いや、分かってないっていうかね、そうです。はい、全然わからないってことでね。うん。え、ちょっと待ってよ、これ。えー、っとね、王権桜、あいやー、これなんだ王権桜全然人気ないね、しかしね、これ。うん、そうそう。 ね、これはね、ちょっとね、まあ、簡単に言うと、え分、ー、かりません。はい。全くわからないってことだね、これ。うん、そうそう。えー、全くわからないな、これ。うん。ちょっとね、これ、むずくね、これ。これ、無理だわ、これ。え、むしろなんかおすすめある、これ。おすすめあったら、そこはコメントしますよ、はい。そうそうそう。まあ、阪神の専用だから、外回りでしょ。うん。 ま、これ、L っぽく流れるんじゃないかなー。うん。でも、ちょっと閉まりそうだよね、流れ的には。うん。どうなんだろうえ大外枠は決め、え竹下乗ってんのあ、ほんとだ。ゴールドピアーズっていうね、そうそう。ちょっと、あ、ずっとそう。あ、そのだからのみたいな。うん。あ、でもこれ、え、あ、福山か。福島じゃないんだ。うん。どうだろうね、これね。そうそうそう。17番人気。最低人気で675倍ですね。ってなめられすぎだろ、これ。うん。あ、でも、クラス的に、大体、そっか。格的には、 結構まあいろんなとこ走ってるけど、やっぱりそうなんだよ。これも見てわかるとおり、A クラスになればね、ねこうやって中央行ったりとか、福山行ったりとかってできるんだよね、これ。うん。だから、そこですごく大事です。はい、そうそうそう。うん。あ、ニコネ、ありがとうございます。え、こっちこっちなのこれ。え、さっきのはえ、こっちなのちょっと待って。これちょっと見てみようか、これ。あ、ちょっと待って、ログインしてない。うん。ちょっと待って、ログインしてないから、ちょっとログインするわ。ログイン画面。ちょっと待って、ログイン。ログインちょっと見ないで、これ。ちょっと、うん、クリックってことで。 見てみようこれ。よし、ドラッグヒアーってことでね。うんよし、見てみようか。やめろよやめろよやめろよし長距日お<っ>、頼むこれ、ちょっと、お、ちょっとムービー、ちょっとなんか調子、調子よくね。せじじゃん、これ。せリじゃん、これ。ちょっと、あのレースのやつをね、見ようかなっていうね。そうそう。はいはい、ジェヌイさん。 上さんんだよよとどういうこ,とだよこれおうそ,うそうえ初心、いや、初心を思い出すか、全然そこは思い出してるんだけど、んそそうそうじゃじゃそれじゃあ今、ちょっと、阪神牝馬をね、どうしようかっていうね、そうそう、うん、陳建、いや、まあね、ムービーのね、性能な生あの写真、写真というか、動画でした。はいありがとうございますことうん、え名前も、いや、だからは、それは分かってはいるんで、今、ちょっと、あの順番で、ね、順々に話をしてるねちょっと待ってねってことで、そうそう、松野んちゃん、あ、そうそう、チーってことでね、そうそう。百百四四十十二二番番そう番のまあセリやった だけどまあ欲しいけど、だ、金がないんだよ、今年は。今年というか、もうずっとなんだけどさ、金がないんだよ、だから、もう今、金とか現金がない、現金が。うん、そうそう。うん、あ,とあの時に戻って落札をやめ、だから、いやいや、ムービーが、ね、こんだけ走ってるわけだから、ね、良かったんじゃないかなっていうね、そうそうそう。ただ、1個言われたのは、旧社にって言われたのは、 ジャパンはね、最近ものすごくね、ご飯をいっぱい食べるんで、ね、もう調教もびっしりあって、ね、前走はもうバッチリでしたと、うん、まあ、能力は出し切ったなというふうに思いますと、うん、まあ、8着だったんだけどね、そうそう。うん、で、いや、ちょっと長いですかねとちょ、距離はねそうそう、距離はちょっと長いですかねという話したんだけど、うん、まあ、長いですね、うーん、千人も長いですね、千人もみたいな。 1000日本ですかって、そうしたら、ちょっと、あの小判になって1230ちょっと狙ったんですけど、だめですかみたいなね、そうそう。うん、しんちゃん、今日もか、かかわいいねって、ちょっとね、ちょっと、おっさんだったら勘弁ねって感じなんですけど、女性だったらぜひワンセクってことで、はい、そうそう。うん、母さんに保険金かければ、だから、もう、あの、かもうあの豊橋の家とは完全にもう、本当に、あの、縁を断ち切られてるんで、もう無理なんですよ、はい。そうそうそう。うん、ブレスなんで買ったのもう、それはもう、旧社の方に勧められたからにはよ、うん。 本当は、ねまあ、一応、翌年の新馬と思って、まあ、借りてた金なんだけど、まあ、これはやっぱり縁もあるし、あとはまあグレイさんが、ね、あの買えばっていう風に勧めたんで、そうそう、あのー、いいかなと思います。いや、だからそんなね、船橋とか南関とか、レベルが高いところで通用はしないよねって、やっぱりねそれは、それは分かってる。 そうそういや、引退といや、分かんない。それは、いや、でも、ちゃんとね、ここから基礎体力上げていきましょうって話をしてるんで、諦めないよ。そうそう。諦めないですよってね、万円は200メートルだから、1トン もう1トン背負わなきゃいけないから、1トン。うん、そうそう。遠回しに、いやど、どうなんだろう。いや、俺はね、そういうふうには捉えなかったんだけどね。うん。いや、今はだよ。今は千人も長いかな。でも千人長いって言われると、そうだないよねっていうのは、若干俺の心のね、わだかまりとして残ってはいるけどね。そうそうそう。だから、で、で、どうす、どうすこれから先どうすんのかなっていうのは、ちょっと、うんあの、思いました。はい。うん えブレスのお金が、まだちょっと待って、まだ終わってないからね、ブレス、今ね、完全に休めてるから、もう、復帰戦で、あの強いブレス戻ってくるかもしれない、本当に、マジで。うん、船橋戦いや、せん、分かったけど、船橋のレベル自体が高いでしょっていうね、そうそうそう,う、ただ、本当ね、前も言ったんだけど、もう、ジャパンは、ね、ジャパンはマジで、めっちゃ足は速いんだよ、むしろね、1の足、2の足とかめっちゃ速いから、これね、誰だマジ足遅いとか言ってたやつ、マジで、これ。 本当にいい加減にしろっていうね。そうそうう。足はあのちゃんと速いです。ただ、スタミナが500メートルぐらいしか持たないっていうね。そうそう、そういうことなんですよ。はい。うん、一回出してみるとかさ。いや、だから外に、ああ、でもね、だからレベルが高いところに結局なっちゃうわけじゃないですか。そうそう。うん、ブレスはこれから良くなってくると。いや、そうそうそう、そうなんだよ。うん。 だから、それはね、ちゃんと、戻ってきたブレスを見てから言ってくださいと、その同じ口を叩けますか、君たちっていうね、そうそう,う、ブレスのおかげで売らなくて済んでるんだけど、ブレスのおかげで売らなくて済んでるんだけどなっていうね、ちょっとね、ブレス、割と稼いでないんですけどねど、うどうでしょうかっていうね、そうそう,う、ブレスは一度期待したからしょ、いや、それはあるし、ブレスは、いつか俺は戻ってくると思う。今は本当にもう、ムービー、 1頭でね、なんとかこう支えてるというか、うん、まあ、そういう感じになってるんだけど、まあそのムービーもね、別に入着してるわけじゃないから、賞金は入ってないんだけど、うん、そうそう、だから、今、まあ、本当に俺は、俺来月とかは、むしろもうブレス中心でみたいな、うん、ブレスでちょっとそうそう、中央行くみたいな、もうそういう話も出るぐらいの、うん、レベルに戻ってきたら、俺はあのいいなという希望です。はいそそうそうじゃあにもこれからよく なならいか,かテーペロ、なんか可愛いな、これテーペロって。うん、そうそうちょっと、これからよくな俺、俺自身、俺自身はちょっとね、本当にもう絶好調ですよってね、常々そうそう、うん、早く動画、あちょっと動画の振り返り、すみません、ということで、阪神牝馬は、えー、まとめると、えー、分かりませんっていうね、すみません、そうそうそう、うん、で、もしね、こんだけ多頭数で、まあ、ちょっと激しくなるのであれば、ちょっとね、やっぱり行きたいのは、まあ、まずね、マルセリーナ、やっぱディープサンクの休み明はいいと思う、うん、LK だから、そうそう、書くなよ、だから、これ。 かくなってだから、その200やめろって、本当に。今日、桁 ?1、10、100、1000万、10万、100万。合ってるから、これ、ちょっと。本当、やめて。暗証番、かくなってだから、本当に。マジで、マジでちょっとやめてねっていうね。そうそうまる、あ、にいいんだけど、これ、一番人気だから、とりあえず、そこをさておきって、かくなって、パス。暗証番、かくなってだから、これ、もうちょっと。で、あえて言うのであれば、このチャームポット。うん。やっぱ、富士奇跡で、おこれ、金魚ダウンで、まあ、短縮で、専用アウトもね、割とね。 うん、そうそうそう。だまあ、そこで7着なんだけどね。そうそう。うん。だから、この辺はね、いいと思います。うん。ただ、ちょっとね、前線やっぱ出し切ってるかな。うん、そうそう。書くなってたから、ね、ちょっとパスワードじゃん。誕生日。うん、そうそう。ペリカって、それも完全に開始じゃん、それ。もう、俺、人生だ。人生開始っぽくなってきた。本んと、そうそう。うん、それ、え みんなに携帯番号載せる。まあ、携帯番号はね、もうニコニコ大百貨載ってるんでいいんですけどね。うん、そうそう。別れた奥さんの名前なんだけど、それもニコニコ大百貨載ってるからいいんですけどね。そうそう。うん。今来たところでお前誰ジェヌインです。どうぞよろしくお願いします。って言ってでしょうれ名前だけそうそう覚えて帰ってねっていうね。そうそう。うん、まあ、いう感じで、ちょっと、あのー、すみません。ちょっとバトンで予想できないんですけども、うん。阪神の専用ってね、意外とこうね、まあ、ゆったり流れちゃうんじゃないかなっていうの、LK、LK で言うとね、もう LK だけとか。 うん、LK 言うと、ま、あそうだな、完全なっていうと、まあ、そうね、そういう意味ではちゃんぽっとちょっと辛いか。うん。まあ、えっ、ー、と、フみのイマージン、うん。踏みのイマージン、えー、アンシェルブルー、アンシェルブルー、えー、レディアルバローザうん。レディアルバローザマルセリーナ、えー、まあ、マンカフェ、マンカフェもちょっとまとめたマンカフェ金亀、えー、ディープ。 うん、まあこの辺がね、L 系なんで、まあこの辺をね、ぐるぐるっと買ったらいいんじゃないでしょうか。はい。結構ね、出てるんで、そう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 。うん。えー、またリスナー外さ、いや、外れさせるのは、だから、だから、L 系が来ますよ、ここは。うん、L 系。だから、金仮マンカフェ、 えー、ディープサンク。この中で1着、2着、3着決まる。おそうそうそうまあ1着、2着ぐらいかなそうそうそう、うん。もうすぐ誕生日だねえ、もうすぐ誕誰であ、ブレスのねそうそう。ブレスもうすぐ誕生日ですね。そうそうそう。うん。サチコさんってことで、ね、まあサチコさんはね、もう今、東京、あ、東京、なんかね、ど、ど最近ね、全然ちょっと連絡ないんでね、もしかしたらもう男とね、まあ今頃最高みたいなね、そうそう。ざわざわざわって別に何も湧いてこないけどね。そうそう。うん、まあいう感じで、ちょっとね、半身ば晴れそうってことでね、まあ、ち僕枯れないんで、 ちょっと、お花賞一点勝負ってことで、大花賞はまじで自信あるんで、それはちょっとね、日曜日の3時、な、そこでまあ会おうという感じで、行こうか。まず、ちょっとそんな感じ、ちょっと簡単で申し訳ないけど、うん、そうそうそう。じゃあ、こうか、菊水賞、まじで。ちょっと、これは、まじで、いや、これはちょっとね、本当に、まあ、なんとかね、出走までこぎつけたというところで、まあ、来たわけなんだけど、残念ながら、まあ、 ちょっとね、参加しただけになってしまいましたと。うん、ただまあ、そのね、一応これ、あくまでも、うん、あくまでもこれは、始まったばっかりだと。うん、ね。だから、必ず、うん、これはもう、この悔しさは次っていうことでね、そうそうそう、行きたいと思います。はい。両馬場御用たちの間だな。えっと、う,うちの間ですかうんうちの間は、えっとね、ジャパンは両馬場。うん。で、ブレッド、まあ、ムービーは、まあ、 ちょっとね、ま、あ軽い方がいいかなと思いますけどね。そうそう。うん。あ、おあの、ちなみに、ね、どの馬が、どの馬がってね、そうそう。ジニーが行った馬にプラス1頭、別の系統入れときは必ず本命合わだから、えっと、俺の行った馬にプラス1頭っていうのであれば、もうそれは皆さん選んでいただいていいと思います。はい。だ僕が行ったのはもう一回言います。マンカフェと、え金、ー、亀と、えぇ、ー、ディープです。はい。L 系が来るってことだね。そうそうそう。うん。 えー、プレス誕生日にあちょっと勘弁してよ。あ、ちょっとジェニーさんってことでね、あの今なんかメッセージが急に来たんですよはい、ちょっと放送中ですよっていうね、最、は、初、い、そ,そう。うんえー、何がこれ、ちょっと、いつ菊水晶出るんで、いや、もう終わってるんですけど、これ、もう,ほらもう出てきたよ、これ。見て、これ菊水晶のこれ。うん、これねってことだね、そうそうそう。うん、ええ名古屋、笠松辺りで800。いや、だからね、名古屋,と名古屋って、名古屋、笠松もそうだと思うんだけど、名古屋、笠松って、あのー、 800あるんですけど、選べないんですよ、あれって。だから、1 0 0 0と800と一緒に全部、もうごちゃ混ぜで募集って感じなんで、選べないんですよ、そうそう。う,うん、お前、リスナーに挨拶とか、こんにちはって言ってるでしょ、これ。の挨拶とジェヌインです、どうぞよろしくお願いしますって、これ。で、しょっぱなに言いましたっていうね、そうそうそう。うん、ちょっと待って、メッセージがね、来てるんでえ、えうんこ。ちあ、そのだ、スマイル M ってことね、これちょっと名前をつけてこしありがとうございますってことね、そうそう。うん、クリックってことで、うん、これでいいのかなうん。 保存でいいのこれ、うん、保存ってことでね。ありがとうございます。はい。うんえっと、んえーお、俺の息子にも。あ、君の息子に挨拶とって金くれたらね、全然挨拶しますよってね。そうそうそう、うん。性的なサービスは有料です。はいえ。ムービーは自分との戦いだな。あの気象では距離も。ま、まあ、そうなんだよ。そうなんその辺をちょっと見ていこうか、本当に。おやっぱり、その、あ、の、あ、何これ。うん。やっぱりその辺をちゃんと、おあのー、 だから今回、出し切ってないんだよ、本当に、だからそこは悔しいね、本当に。うん、だから、そこをちゃんとね、みんなであの今回、一緒に見ていこうと思います。はい、クリックし続いて4番のスマイルムーンちょっと待ってよ、これ。何これ、これ、いきなりこれ。これ、そっぽろなんだけど、これ、いきなり。何これ、えクソアゲサッサっさと言ったバカ野郎、ちょっと、ユーストでやってます、これ、ちょっと動画だけで借りてるってこと、に、何が仕込み、何これ、お休み、なんでやねん、これ。 今から始まるんですよっていうね、そうそう、え、松野って安い、安い芸人って、もう、安い芸人、安くても金くれじゃ金を、金がないんだよだから、馬買いたいですっていうね、傘配信者が、分かる、ちょっと、配信と馬主は、これ、ちょっと、直接的な関係はあるのかどうかわかりませんねっていうね、そうそう,そう、ちょっと行こうか、じゃあ次ね、そうそう、うん。いいです。 マジでこちらは今日マイナス2キロです<ー>、はい、あのー、目立ちませんけどね、このまま今、調子いいですよ、ね。いいよね、これ。はい、これね、ちょっと汗はかいてるんだけど、これはね、むしろ代謝がいいとおーいう感じなんだよ、そうそうそう。え、遅延をなんで遅延をつって。俺がいつばらばらばって打ちました、これ。いつばらばらばって打ちました、これ。いつ打った瞬間に言えよ、じゃあ、それ。うん、これ、この汗はね、全然問題ない。うん、ちなみに、この汗が、この汗がちょっとね、これに染みついて。 うん、でうちの部屋がね、家畜の匂いで充満してるっていうね、そんな匂いです。はい。そうそう。応援行けなかった。あ、マジでっていうね、ほんと残念。おーまあ、非常に、あのー、まあ、ただね、ちょっと力出しきれなかったんだけど、見て、でもね、うまっぷり良くなったよね、ほんとね。これ、ムービー。見て、これ。まあ、確かにね、ポワゾンと比べるとね、隣がポワゾンだったから、3万で。うん。 だからちょっと全体のでかさとかね、やっぱ500キロ台の馬に比べたら、まあ、見劣りするかもしれないけど、いや、いいよ、これ、全然。うん、そうそう。えー、今、クレナの豚見てる。あ <laughs>、ちょっと待って、そっちビデオでこっち見てよっていうね、そうそう。うん、普段より少し細く。ああ、どうだろうね。でも、閉まった感じかな、ね。そう、細すぎはしないと思うけどね。<う>でも、やっぱりもうね、やっぱり460キロ台。うん、そこは乗せてきてもいい馬だと思ってる。うん、そう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 。うん。えー、見えない努力。 ね見えない努力っていうことで、あ、俺自身がですか、ああ、そう、ありがとうってことでね、そうそう、うん、自分でレース動画アップして、だからね、そのできないんだよ、お俺だ、ニコニコ大百科のあのもう編集とかしたいんだけど、なんか自分のやつを登録してくださいとか言われて、できないんだよ、本当に、だから、あのできるプロに全部お任せして、ありがとうございましたいや、感謝してるよ、本当に、もうめっちゃ感謝してるよ、そこは。 そこはね、ちょっとちゃんとありがとうございますって言ってるので、お互い支えでね、この人という字はみたいな、これ、まあ、これ入るか、あのこういう感じでいいんじゃないかなと思うんですけどね、そうそう、うん。 動画の下ですこんばんはお、うとかね、ちょっとこれ、今日はね、僕の体臭に加えてね、あの部屋中が家畜の匂いで充満してます。そうそう、うん、この汗がね、いや、まあねこの汗はね、むしろね、大丈夫。代謝だからね、むしろいいって、うんこの時期にね、あのちゃんとこう汗かけてるっていうね、そうそう、うん、動画を映って、あ、動画ね、本当ありがとうございますってことでね、そうそう、間、うん、乗りでも首を曲げてたら、そうなんだよ、結局、いやこれはね、でもね、あのこの渡瀬さんね、渡瀬急務員に甘えてる。こうするとね、むしろあの馬自体は落ち着いてるの。 うん、で、渡さんがいなくなって、前向いちゃうと、もうムービーね、怒り始めちゃうっていう。うん。そういう感じなんだから、たけしさん乗って、前行って、もうばーってね、もう行っちゃうんだよ。うん。だこれがね、本当に難しい。だから、本当にね、あの、コースすれすれまで渡さんがちゃんと弾いてくれて、うん。まあ、その様子とかね、多分あの、えー、お父さんのお姉さんがね、ちゃんとこう、あっ、ぽちょんっていうね、なんか、うん。あの、感じで撮ってくれたと思うんだけど、そうそうそう。うん、最近寝込みがきついけいや、あのね、 全然治らない。うん。入れ込みきついというか、もうレース中に入れ込んじゃうのは、もうペースが緩いから、うん。ペースが緩いから、だからもう次のは、もう、あのー、要は B クラス、まあ、自分の 同じクラスでやるから、そこではね、むしろもう、行っちゃっていいんじゃないかなと。このレース、やっぱり、その、ちょっと着を狙うとか、まあ、勝ちにいくとなると、やっぱり。この、やっぱり末脚を生かすような感じっていうのは、ならざるを得なかったんだけど、うん、そうそう。えー、当日にこのまでミラーをされた。あ、本当にありがとうってことでね、そうそう、うん、動画まだか、あ、動画で、ね、ちょっとじゃ、あ行きますってことで、はい。<あ>うん。じっくり。そう、乗ればねありがとうございますね。ねはい。と別格の競馬になってしまうと。なん、関係ないだよ、これ。何これ。 お回りしあげってもうちょっとこれ、俺、右の方なんだけど、これ、ほなちょいちょいこのいらない情報あるの、これね、ちょいちょいいらない情報が、ーーいこうか。びっくり、こうやってね、追って、そこで、ね、そうそう,そう,そう、いいんじゃないでしょうかね。ほら、北の棒、いいこと言う、これ。ね、よく分かってよ、これ。確かにこれ、前向いてないのね、この馬だけ。びっくりする前向いてない馬がいっといますねっていうね、これ。 そそうそう,そう確かにそう、いかせてもいいと思う、うん。ただ、あのレースでいかしちゃうと、もうね、やっぱぐちゃぐちゃになるから、ポワンもやっぱね、それ無視はしないというので、あれはもうそうかさいかざるを得なかった。ポワザの後ろについてと、うん。ただ、あまりにも出がよすぎたから、それ前に行っちゃったんで、バーってね。そうそうそう。お、うん、お、届いたようでよかったあ。ありがとうってことね。そうそう,そう、うん。また、だ何が自縁だっていうね、これ。自分で、え、クソ、ちょっとね、ありがとうってことね。うん、ちょっと大丈夫これ。うん、そうそう。うん、え、じど だ何が遅延をって、そうそうこ、米がね、ちょっとね、ほんとひどいねっていうね、そう,そうこうか、じゃあ、次とね、続いていきます。はい。続いて、4番、スマイルムービー、これキロマイナスこれね,ーこれねー、ちょっと、ムービーね、もうちょっとまっすぐ、まっすぐ、これね、ちょっとだからまだ、競馬覚えてないんだよね、これね。そう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 。お 絡まないけどなってことで。絡まないけど、どういうことだ、これ。うん、そうそう。うん、北の地、北の棒ね、いいこと言った、本当に。うん、北の坊さんね、そうそう。うん、北の坊は、え、いいこと言えばこ来ないよって、ちょっと勘弁してくださいって言うね。そうそうそう。うん。だ本当ね、いや、このね、ムービーはちゃんと、だ、ムー,ーもうね、言っていいムービーとポワゾンのさ、ポワゾンはね、ほんとね、ちゃんと言うこと聞いて、まっすぐ向いて走るわけ。ムービーは、まっすぐ走れない。うん。ゴールを過ぎても、まだ加速するっていうね。 ここはちょっとね、違いなんですよ。わかりますこれ。う画像。あ、画像、画像、ちょっと待って。順番に行こうか、順番に。うん。画像もね、あの、見ていきたいんですけど、そうそう。ちょっと待ってよ。えっ、ー、と、どれよ、どれちょっと待ってよ。えっ、ー、と、うん、どれ今、なんか、ぽよんって言ったんだけど、ぽよんって。ここもう終わったのかな、これ。うん。ちょっと待って、これいいのかな、これ。ちょっと、うん、なんか、誰か送りました送ったら送ったって言ってください。ちょっともう、受信の仕方がよくわからないんで、そうそう。これかなもうち、ちょ、っと待ってよ。うん。こ,こっち こっち,ちあ、ちょっと待って。どれよ、これ。ちょっと、ちょっと待ってよ。これか。はいよ。あー、ちょっと待って。あ、すいません。ってことで。ちょっと、もうちょっと待って。ちょっと待って。これもう一回、ちょっと待ってよ。一回、カメラに戻して。ちょっと待って。うん。ちょっと、ちょっと、一旦、ちょっと待って。これを戻して、で、名前を付けて保存。はい、OK ってことで。うん。えっ、ー、と、保存ってことで。これよろしいですかあ、ぽよんってことね。はい、ありがとうございますってことで。えっ、ー、と、これで OK。うん。で、 ちょ,ちょっと待っ,待ってよ、待ってよ、ちょっと待って。順番にね、今、送った送った、ちょっと待ってよ。で、これで、えっ、ー、と、コントロールで、えっ、ー、と、S と、うん。ちょっと、ちょ、で、これで何おちょっと、今、今、ムービーのちょっと見てるんですけど、まあ、ちょっと、ムービーのね、ちょっと、レース前に、じゃあ、ちょっと、なんか、これを見ろっていうことなんで、ほんとに。どこ、どこに保存されたのこれ、そして。どこに保存、これかなえこれかなどれどこに保存されたのこれ。えピクチャー どこどこに保存されたのこれ。ダウンロードどこに保存されたのこれ。え、どこに保存されたのうん。え、左のでかいタイヤの馬めっちゃ。どこだよこれ。どこがだよこれ。これ馬じゃねえよこれ。これ、もうあ、地面をこう、ぶわーって鳴らすやつって、あの、なんかレース中に、あの、笠松のなんかどっかのレースで出てきたやつだよ、これ。うん、そうそう。うん、くっだ、どこに保存されたのこれ。どこに保存されたんだから。 えいや、なんかね、保存されましたって出たんだけど、どこに保存されたんだこれ。うん。マジで。えプログラムのスカイプここかなアップローダー。違うでしょ、これ。え、どこツールバー、フォン。ないじゃん、これ。どこえ低能、なんてやねんえし左の白いのが誘導バー。 みんのごついのは番言えば、ちょっと待って、どれうちの馬だよこ、これ。これ、白いのって、これ、救急車これ、救急車。これ、今日、救務員さんが乗るやつ、これ。うん、そうそうそう。うん。えー、ジェーの、え、ちょっと待って。前ェの画像、ちょっと待って。ちょっと見たいんですけど、ちょ,ちょっと待って、どれちょっと、だ、え、番、ちょっと待ってって、だから、それ、ちょっと,と、本当え、そんななっちゃうのえ、だ、どこに保存デスクトップあ、デスクトップ、あ、デスクトップは、ちょっと待ってよ。デスクトップ、ないよ。え、どこに保存されたの、これ。 どこに保存したのえ、どこの、ちょっと待って、なんか、えテレスさん、死んでく、なんだこれ、死んでくださいって、これ、ちょっと、ど、ちょっと待ってよ、もう、え、あんまピョンってきた、ピョンってきたこれ、え時間、いや、時間、ちょっと待って、もう、ちょっと待って、ちょっとこれ、ちょっと待ってよ、これ、もうなんか、ちょっと待って、もう、じゃあ、一回も、うちょっとっこ、うっとっうっとこうして、これこんあファ、あ、待って、ファイルを開くってあった、ファイルを開くって。 ファイルを開くってあったら、これで開けばいいか。ちょっと待ってよ。えっと、これで、ちょっと待ってよ。えっと、これを一回、どうしたらい,いの、これ。どうしたらい,いのこれちょっと待って。ちょっと、もうわからんやり方が、これ。もうちょっと、すいません、もうちょっと僕。すまちょっと。 もう無理ってことで。はい、もう無理。わかる。どこに保存されたかわからないか、これ。えジャパンの。ジャパンのノロマット、今更ですかっていうねそう。ちょっと、これ続き見て一応ちょっと続き、ちょっと続きを。キロこれどうだあ、ちょっとこれ、ちょっとファンファーレマジで。ファンファーレえ次までに準備だから、もうちょっと、あの、ファイルがね、どこに保存されたかわからん。まあ、ちょ、これもいらんよ。これ、ちょっと。ああ これちょっと今、このファンファーレ、ちょっと聞いて、ファンファーレ、マジで、これ、これ、ちょっと三冠レース、第1巻も、これ、第44回、キックスジここにうちのムービーが出てるんだけど、これ、童巻4番、4人って、不吉かよ、これね、ちょっとムービー、うん、まだな、このおさらいんだけどな、これ。 マジで44回出し、出し何みたいなこれ、マジで、ホープダイヤ、まあ前に言ったらホープダイヤが残ったっていうのはちょっとね、悔しいよね、うん、そうそうそう、入れ込みのせいム向上面、まあそうだね、そこもある、入れ込みがちょっときつかった、本当に、まあちょっと見てこと分析していこう、なんだよこれ、馬主の将来を暗示しています、だ、なんでね、これ、今、いいとこでね、じゃあスタートっていうとこで、なんでこれ うん、なぜこれっていうね、そうそうそう、うん。スタート。これね、<番>1頭まで落馬するんだけど、ここで。ドキッとした、え、うちじゃないよねってねそうそうそう。だからね、これ、あちょっと待って、これね、スタートが、いきなりムービーここなんだよ。ほんとはね、この辺に行く予定だった、この辺で。 おうで、すぐにバグンに入れてみたいな。そういう感じだったのに、前出ちゃったから壁作れなかったんだよ、これ。まさにオルフェーブル。まさにオルフェーブルだよね、これね、そうそう,おう。東京の様子、あ、東京は全然いいよ、東京は。うん。入れ込みはちょっとまたあれなんだよねそうだ、学びでやったら学びで。これちょっと、見てこれ。これたけしさんの腕が、これ、パない状態、これ。うん。こも、これエクサイティングなんだけども、エクサイティングは、まあやっぱ先着したのところもやっぱ、ね。 いや、俺、負けてないと思うんだよ、この辺は。うん、差はないと思うんだよ、ほんとに。うん、そうそう。ームービーは大好きな、厩務員探しながら。そうそうそう、そういうことなんだよ。渡さんがいないっていうので、もう、めっちゃ怒ってんだよ、だから、ムービー。めっちゃ怒ってる。おだもうだから、渡さんいなくなって、もう、ブリブリなわけなよ。だから、もう、たけしさん、こんなね、こんなく、たけしさん、こんな腕見たことある、これ。めったないよ、これ。うん。 めったにない。そうそうそう。うん。なんで馬が走ってるの競馬だからです。はい。競馬だから馬が走るんだよってね。そうそう。うん。ラグバーしたから8着は7着になって。そうそういうことですね。まあそうう、まあ、そういうことです。はい。うん。抑え…そう、かなり抑えてるこれ。おん。だからこれはもう相当だよねってね。でも行っちゃうみたいな。おでも行っちゃうみたいな。わかるこれお。でも行っちゃうんだよ。そう。け竹士さん立ってるさ。もうまさにオルセーブル。おうん。ほら。これちょっと。 ちょっとねあのー、他のジョッキーと比べて、一、えーまあ、頭だけちょっと、うん、ジョッキーが大変なことになってますっていう、うん、むしろあの止めてゲバしようない、え故障ですかみたいな、うん、ほら、おかしいだろうっていうのこれ正面に入ってきました、うん、各馬です。 マジで。まあ、これ、まあ、普通にね、折り合っていくってこんな感じなんだけど、もう、もう、たけしさんほぼ立ってるっていうね、そうそうそう。うん。いや、おかしいあの、馬がね、じゃあ、たけしさんおかしくないよ。うん。馬が、もうちょっと、やる気満々っていうね、そうそう。うん。立ってるんでそうそう。うん。えキューーいや、急にやっぱね、もう、渡しさんしかいない。渡しさんが、もう、ちゃんとね、渡しさん多分ね、馬も乗れるから、調教も多分つけてくれてると思うんだよ。だと思うんだけどね、そうそう。うん。だから、渡しさんでも最高よ、これ。むしろ、だから、渡しさんじゃなかったら、むしろ、ムービーはもう、 もう多分扱えないと思う。今だってわあの、ムービーを引いて回れるのは私さんだけなんだよ。他の人だと扱えないんだもん、だって。おうこれ、キューミン誰も扱いませんって。だから、本当にありがたいと思う。おうムービーが落ち着いてパドック回れるのも全部キューミ員さんのおかげです。はい。そうそうそう。池添いのせもう落ちるわ。うんむし。むしろな、むしろ落馬するわ。うん、そうそう。だこれじゃあね、だ俺がいい言いたこと分かったら、これじゃあちょっと競馬にならないよねっていう。だって、おちょっとそう。ちょうどいい比較だわ、これ。 見てこれ、ね、勝馬、ポアゾンブラック、ね、これ、えっ、ー、と、松田さんだっけ、乗ってるの、うん、こちら、ね、スマイルムービー、ね、たけしさん、苦しそうだろ、たけしさん、めっちゃ、これ、うん、でも、一ちりはさすがだよね、そう、たけしさんね、そうそうそう,そう、そうん、でも、これもう,もう、もういっぱいいっぱいよ、これ、もう超喧嘩してる、もう、ムービー怒りまくってるから、ね、私さんはどこだと、うん、僕の私さんどこだと、うん、ヒロさんどこだと。 ういうので、めっちゃ怒ってんだよ、これ。そうそうそう。もう一回逃がしてみれば馬が行きたい。や、だから、この、まあ、キクスジョで行っちゃったら、もうね,ね、むちゃくちゃになるんで、うん、そうそうそう。だから、これを後ろからね、やっぱ差し込むと、うん。いうのはもう、やっぱ考えて、まあ、それがドスローになっちゃった。もう、しょうがない、ドスローになっちゃったんだよ。これでまたユリシーズが出てきて、ポアゾンとね、ガーッとやり合ったとなると、また、

じゃあ力るんだ折り合いがね、折り合いがなっていうね、このね、ちょっと残ってないなと、まあまあ、この辺でもうちょっと、もう無理だから追わないけど、まあ、あとはね、何これちょっと、何今のちょっとこれ、なんか変な流れてたんだけど、これ、ちょっともう一回見てみようか。 うん。いいとこまでしてんの、これね。うん。だこれもう、やつでまとめて抜かれたから、ほぼ5着だよね。うん。ほぼ5着。ほぼ5着ね。うん。だしょうがない、これ。何これ、ちょっとこれ。ほんと失礼なんですけど、これ。 うん、そうそう、ってことでね、えー。え、延長、あ、いや、延長はしないですけどね。もうちょっとエンディングなしで今日はちょっと終わりたいと思う。はい。うん、ユースとは延長も何もないか。うんユースとは延長も何そうそう、延長も何もないですね。はい、そう。伸びないのはもう本当にずっと喧嘩してたから。うん。喧嘩してたからちょっと無理でしたねっていうね。そうそう。うん、まあ、しゃあないな、そこは。うーん。ちょっともうそれ残念でしたってことで。うーん。でもさ、ちょっと、もうちょっいいこっちっと流したいんだけど。ね。 これゴールもししまたとね勝ち馬の、これね、これこれちょっと、普通にここまだね、全然走るから、これ、ムービー、全然いけるからっていうね、まだ、これ、全然足上がってないっていうね、そそそうううわかる、これ、ほら、なんだったら、え、こっちですか、勝ち馬みたいな、7着で、ほら、たけしさん止めようとしてるの止まんないみたいな。 そういう感じっていうね、そうそうそう。うんね、もいや、もっとね、いや、本当ね、できる子だと思うんだよ、本当に。うん、ほんと、できる子だと思うんだけど、まあ、そういう感じ、本当にうんまに、あ。ちょっと残念だったねっていうね、感じです。はい。うんとね、だあれで折り合いがバシッとついた時が、不良馬場での37秒0、うん。あれが出ないかなっていうので、まあ、今回もやってみたんだけど、やっぱりスタートは逆に良すぎて、うん、ダメだったと。 うん、いう感じでした、ほんとね。すみませんでしたってこと。はい。ということで、まあちょっと聞く推奨ね、残念だったんだけど、うん。また次行きます。はい。もう、はっきり言っとこう。次の目標。兵庫ダービーということで。うん。これは行っていいよね。うん。次の目標は、兵庫ダービー。そこに向けてまたムービーね、ちょっと立て直していくんで、うん。また皆さん、えー、応援よろしくお願いしますと。はい。 いう感じですってね、今日じゃあお疲れ様でした。はい。ちょっとエンディング今日はないんですけどもね、このままじゃあ、えー、終わっていきたいと思います。はい。ってことでね、お疲れ様でした。うん。はい。よろしくお願いします。ね、アラオダービーってもう終わってますよ、荒尾はね。そうそうね。ねいや、諦めない。おうん。兵庫ダービーに向けてね、頑張りますんで。はい。ってことでね、今日はこれで終わります。ありがとうございました。次はね、えー、日曜日の3時ということでね、お疲れ様でした。はい。ってことでね、今日はじゃあこれで終わります。はい。失礼します。